それでは三国志大戦後付け実況をやっていきましょう。こちらのデッキはカキワラ、相手のデッキは5枚の女性タンデッキ。カマンが武力10プラス11から武力プラス14になって、武力20になるほどの俺らの戦ぶり、まあ、すごい強化を受けたので、カマンすごい勘銀兵との目覚めとの相性が良くなりましたよね。であとはあれかな、あの王越が効果時間めちゃくちゃ伸びて、王越で帰ってきた式で計略を打つことによって宝三条もガンガン生かしていけるみたいな、そういう二重にコンボをかけていくタイプの武器かなと思います。こちら羅剣を勘銀兵に合わせることができたので、こちら一部隊は持っていけそうで、勘銀兵をまず撃破。相手のデッキは牙がいないデッキなので、開幕なだれ込むようにしていけば内乱は取れるかなという印象でしょうか。牙のいないデッキだとどうしてもこういう形でなだれ込まれると開幕内乱が入るという、そういう印象ありますね。機動力が低かったり、突撃による一点突破ができなかったりという感じなので、ただここは相手がうまく計略を合わせていって、こちらの最大武力6しかないというところをきっちり抑えていって、一部隊一部隊ずつ丁寧に撃破していった感じですかね。でここ相手が OS を発動、これはもうこうちょっとそのまま行かれるとかなりやばいなと思ったので、開幕ではありますが連冠の方を発動。内乱も取れるようになるかなっていうところも兼ねてますね。で相手の王越がどこへ行ってるかをちょっと探すのも兼ねて、カキが弓打たれているところで相手の王越が、右側弓を打ったら隠密状態でもどこから弓がエフェクト出ているかで確認することができますね。迅速登場ではありますが、ここはオーラが出していたライドウが間に合っていく。でここで相手の王越が一旦帰って、兵力だと多分帰らざるを得ないはずと判断して、こちらはラインを上げに行く。でここで相手は連冠の方、こちらがラインを上げに行ったところに連冠の方を発動して、おそらく空いている左側の方から王越走ってきてるんじゃないかと思って、ここは部隊を下げていきます。王越出ましたね、左側。それ以上近づくと相手はバギー、急激乱舞。こちらは、送信を発動してバギーから逃げていきたいという感じ。ダイドウモータスはもう生存がで厳しそうなので、ちょっとでも相手のバギーによる攻撃を止めるのにと思い、バキに当てに行きたいという形で、宗神が逃げて帰ってこれればかなり大きいが捕まるか、そう宗神がなんとか逃げて帰って、相手の王越が弓を打って宗神を撃破しようとしてたので逆陣で止めに行って、なんとか、撃破されることは防ぎましたね。これによって宗神の長い効果時間を生かすことができますね。羅剣の工場が一発入って、で宗神は主効果が遠い弓なので、ここはどっちから相手が来ててもいいようにと思い、宗神は中央から、ここで王越の効果時間が切れる。ここに火器を合わせていって、王越勘銀兵と撃破していって、相手の部隊が3部隊落ちている状況なので、ここで塗りを進めればリードをより大きくできる。でここ送信がすごい活躍するポイントですね。速度が上がっていることによって適切な距離で撃破を行いますね。でこれで火器が一発、
身でもう一発、先でさらに一発で、相手のバキの弓をガクチンが止めて、もう立つでもう一発、さらにガキが一発殴って、ライドウで放散状をブロックする。その間に、送信が武力発揮になっているので、送信の弓と、ガクチン。ゴンゴ、どうだ。ギブ計略を打った2枚で、相手の放散状を追い返してバキを撃破取れそうというところで、相手は王越の、いたずらと強奪。逃げるよ。でもう今のうちに、煙は出しておきましょう。迅速工場は貼り付かれてから出してもギリギリ間に合わないので、常に煙を出していくことが大事になりそうですね。相手は、射撃位置で、撃って、これは左に貼り付いてきそうというところですが、これちょっと間に合わないかもしれないです。失敗した。入ってしまう、これによって士気がさらにプラス、相手の士気がプラス1、こちら士気が溢れたところで無表記の遊撃。前進。でこちらが部隊が整ったので、広くラインを上げていきたいかなという感じでしょうか。で一応、王越が来ていること可能性もケアして、ラケンは左側へ。これラケン左から出しておけばよかったですね。それ以上近づくと落ちます。相手はここでバキの急激ランプ。こちらは負け筋を消すために確実な手段を取っていきたいですね。というところで、バキに加工機を、バキと、カマンに加工機を合わせていって、で、カキで、バキに接触して相手の射撃を止めていって、相手は、神話の目覚め発動しますが、こちら加工機を使っているので相手の武力が下がっていて目覚め自体は発動せず、でこちらはカキを2度が消して、速やかにされ、相手の強化を打った2部隊を確実に止めに行って、王越の迅速工場に対して、送信とガクチンで対処して、ここで相手の王越が切れたところで、ゴンゴどうだ。これでほぼ勝敗決定ですかね。対戦ありがとうございました。ここまで見ていただきありがとうございました。よろしければ、次の動画でお会いしましょう。危ういか。それで、くそ。戦況は思わしくない。お姉ちゃん、私も出撃する。
れて。さようなら。近づくと撃ちます。
地より速やかに去れ。ゴンゴ、同弾。痛い、お姉ちゃん。深追いだが。危ういか。撃て。